2人は今年も沖縄のキャンプに、いやそれの最たるところを秋野に見たなというのはちょっとそれが一番印象的だったんですかね。あ、落合英二ヘッド兼都市チーフコーチが、うん、まずはいいかなすいませんすいません喋りすぎましたなんか若干目が、ね、とんでもなく最初から長い話になってしまいました。本当ですね、はい、ここから本題に入りましょう、はいはい。2人は今年も沖縄のキャンプに行かれましたよね、はい、で去年、まあ、残念ながらドラゴンズ最下位という成績ではあったんですけれども、でも若い人たちが育ってきてて、うん、で今年はまたドラフトで取った新人選手なんかがすごいなんかオープン戦でも結果を出しててということで、森脇君から聞きましょうか、はいはいはい、去年と比べて今年の立浪ドラゴンズのキャンプ、うん、まあそうです、まず陣容が変わってるので、うん、あと、はいはい、2プラトンみたいなことを2ポジション、うん、まあ3ポジションとは言わないけど、みんななんとなくこういろいろぐるぐる回って、はいはい、あこんなのなかったなっていうのは一つあるのと、私ちょっと今中継の統括的なことも若干してるもんですから、はいはい、2回行ったんですよね。2月の頭と2月のオープン戦のところと、うん、両方行って、最初は中継の下見っていう体で行ったんですけど、その時に練習見てたのが、あ、キーの打つなと思って、これどうなんだろうと思って見てたんですよ、うん、そしたらバッティングケージのからボールが出ていかないですよ、打球が、うん、で全部詰まるんですよ、ゆるい球全部詰まる、あ、うん、これはやばいかなと思って、いろんな評論家の方もいやこれはまずいぞっていうような話をされてましたけど、なんかどうしてっていう感じじゃないですか、うんうん、やっぱりずっと皆さんも感じてらっしゃるかもしれないですけど、ああいう外国人選手って本当に本番にが近づくとぐんぐん上げていくなという、まあまあ、うんね、いやそれの最たるところを秋野に見たなというのはちょっとそれが一番印象的だったんですかね。秋野ですか、はいはいはい、あ、なるほど。宮部君はどうですか。はい、僕は、まあ、立浪監督2年目で、うん、この方ですね、うん、サムスンライオンズのユニフォーム飾っていただきましたけど、うん、落合英二ヘッド兼都市チーフコーチが、うんうん、まずは立浪さんがドラゴンズの監督になるまではセ・リーグの他のユニフォームは絶対着ないと貫いて、韓国でいろいろと結果を残されて活躍されて監督もされて、でついに立浪監督とタッグのような形でヘッドコーチになった。だ去年は本当にあえて言葉に出さずに一歩引いて我慢されてた1年だったと思うんですよ、うん、立浪監督をサポートするために、うん、でもよく考えるとそれこそ久野さんよく実況された星野さんの時には、うん、島野さんが傍らに、うん、1歳年上なんですよね、うん、いらっしゃったり、落合さんでも独特の感じがフィーチャーされてますけども、森重和さんが傍らにいて、うんうん、どっちが監督だみたいなことにならずに引いてらっしゃるところ、いわゆる参謀みたいな、参謀がいたからの、うん、っていうのがイコール強い時代のドラゴンズだった気がする、うん、で落合英二さんが今年はキャンプで話してくださったんですけど、僕がもう前面に言うとこは言いますと、遠慮はしませんということをおっしゃってたので、これはいい形の立浪監督をサポートしながら落合英二さんもしっかりと選手に物申す、ピッチャーだけでもないバッターにもっていうところがすごくいいパイプ役になって、なるほど、戦力はあると思うんですよ、外国人もいい選手入った、ピッチャーもめちゃくちゃいい、バッターも育ってるですから、あとはその操縦法っていうんですかね、そこを若い選手と立浪監督の縦社会の威厳、まさに BL からですから、威厳と今の子たちはちょっと違うんですよね、それこそルーキーで入ってきた田中美希也選手と、それと岡林選手は、プロでは岡林選手の方がキャリアは先輩ですけど、田中美希也選手の方がアジア大学出身ですから年上のルーキーなんですよね、で逆転してるんです。ああ、そうかそうか。でプロ野球界って甲子園の時の年次が上下ですから、本来は田中美希や岡林とならなきゃいけないところを、なぜかその岡林さんが初日からキャンプでミッキーって呼んじゃってるんですよ、普通にタメ口ぐらいで。でもそこはね、多分上の方にとっては考えられない今の世界の序列のような気がするんですよね。なるほど、だからそこを落合さんがパイプ役になって、そういう若い人の気持ちも考えながら、で若い人ってその失礼とかじゃなくて、ミッキーって呼びながらも、でもリスペクトするところは内面ですっごい先輩を立てたり尊敬してるんですよね。その今は表面的な部分はもう慣れ合いになってますけど、なんかその今風のリスペクトっていうところを首脳陣が理解したら
いい形で優勝まで持っていけるんじゃないかなと真面目に考えますね、うん、はい、今あの落合ヘッドの話出ましたけれども、はい、あの取材ってこの3年間そのコロナでみんなグラウンドにも降りられなかったわけでしょ、はいはい、非常に僕実況アナウンサーとしても、うん、そうですね、このやりにくい3年間だったんじゃないですか、肌感覚が、肌感覚でどの程度分かる、まあ、これもどのメディアもそうだと思うんですけど、はいはい、まあ、結局、まあ、取材規制は当然あるわけですよね、うん、あの感染が一番いけないんでゾーニングなんて、まあ、おそらく NPB かなり厳しい方ですね、はいはい、今年はちょっと緩くなると思うんですけど、まあ、言っても、まあ、近づけても2メートルまで、まあ、どうかするとリモートで、うん、まあ、あの世の皆さんもリモート会議の難しさ会議に出てらっしゃるかもしれませんけど、まあ、やっぱり伝わることと伝わらないこと、それ会話ができるということとできないということ、どうしてもあるというか、で、あともう一つ、あの選手側からの発信ができるようになったという SNS というツールがあることによって、なのでそこのところが根本的になんか我々が育ってきた感じとは違うのかなというのは思いますね。なんか結局若いディレクターとかと付き合ってると、あのインスタグラムになんとかって出てましたみたいな情報が先行することあるんですよね、うん、誰それの、あでも我々だったらこんなんありえないなっていうこととかね、うん、だから取材のやりにくく、我々世代はやりにくいところもあるんですけど、逆になんかそのツールをうまいこと生かす、そのさっきの話じゃないですけど、うん、メディア側も若い感じでこううまく情報を取るようになったなというか、なるほど、ね、これいいか悪いかちょっと分かりませんけれど、そういう感じの変化があった3年であったのは間違いないですよね。古木さん、あのぶら下がりって分かる、はい、こう練習終わった選手がベンチに戻ってくるような時にちょっと近づいてて、こう話聞くとか、そういうのでいろんな情報を聞けたりとか、あるいは明日の先発ピッチャーに今日いろいろ話を聞いておくとか、当日は聞けませんのでね、あれはあのね、そういうルールで約束になった場所なんでね、当日先発のピッチャーにはもう絶対話しかけないという挨拶ぐらいのね、もうそれがやっぱりこの3年間できなかったっていうのは、中継するアナウンサー、特に森脇君の言う、その昔からやってきたアナウンサーにとってはやっぱつらかったんじゃないかなと。やっぱなんかね、ずっとこう若い時からあの言われていたのは、まあできるだけ中継近辺は早く行って、で何かしらのネタを取ると、特に当日ね、うん、はあったんで、まあ、今あのそのいわゆるこう労働効率みたいなことまで言われるので、うん、まあ、なかなかこう難しいところもあるんですけど、中継の時とか私なんか結構1時台に行ってたりとかいう感じで、でもなんか早起きは三文の徳の世界で、ちょっと早く行くとなんかちょっと人ネタあったりすることの方が多いんですよね。ない時もありますけど、うん、なんかそういうことにそういうことでなんかこう自分のモチベーションも上げながら、こう気持ちも上げながら、かつ取材もしながらみたいなことがルーティンだったんですけど、うん、まあ、そういうんじゃないよと、うん、まあ、どうかすると今若い我々の後輩なんて3時4時に実況なのに来たりなんかしますから、ああこらって言いたくなる瞬間があるんですけど、まあまあこれもそうなのかなとか思ったりとかですね、うんうん、なんかその辺がこう根本的な何かが変わった3年なのかなと今は感じてますけどね、うんうん。SNS やインスタを見て、それを情報として放送に出してしまうってこともあるんですか？まあ、本人に確認したりということはありますが、でもということはもうファンの方の方が詳しいので、うん、SNS に出るってことは、だからそこをまた、ね、深掘りしたりしないと、出とったやんみたいな感じになっちゃいますので、まあ、あとはあの選手の駐車場とかで出待ちで、こちょこちょ話みたいなことがこのコロナでできなかったものですから、そういう裏話的なことは聞けませんし、うん、あとヒーローインタビューなんかでもこの3年間で、あ、そうね、そうね、お立ち台の横であの放送局のアナウンサーが歓喜のあの瞬間を聞くっていうのがあうんで、あのあれから聞いてくださいとか、あの皆さんあの話からみたいなことをマイクオフの段階でちょこっとだけ一瞬試合後話してからあうんでやってたんですけど、それが今できなくて、もう20メートルも30メートルも離れたカメラマンの横からヒーローインタビューです聞くもんですから、うん、選手もお立ち台で一人立たされて、どこから聞かれてるんですか僕みたいな、どこ見たらいいんですかみたいなことになったんで、そのあうんができるようになってきたらいいですね、また戻ったらね。そういえば、うん、あの DNA の、はい、あの資料っていうのはこのコロナの間でもちゃんと出てたの？ゲームノート来てましたよ、来てました、うんうん、あのね、DNA はすごいんですよ、ちゃんと広報が、あのアメリカ大リーグそうなんですけど、あのアメリカの場合はすごい分厚い資料をね、事前に試合前にちゃんと
あの報道陣に用意してくれてるんですけど、 DeNA はちゃんとあのみんなに配ってくれるんです。何が書かれてるんですか。あの先発ピッチャーの今日の試合にかける意気込みとか、ちゃんと取材した。あとこう DeNA から見た今日の見どころみたいなのがこう、それから細かいデータね、うん、そうですね、名古屋ドーム、あのバンデリードームでは何勝何敗でどうなのとか、そういう細かい数字みたいなのも資料として DeNA は出してくれてるんですよね。昨シーズンからPDF で来るようになりましたね、うん、あ、はい、簡易ペーパーレスで、そのね、ペーパーレスで変わって、そうなんだ。でももうあれだ、本当今永投手はバンテリンドームで無敵でとか、ドームの防御率とか、うん、本当に下調べがいらないぐらい、そうですね、あれはありがたいですよ ね、 もう各球団なんかああいうふうにはやってもらいたいような気もしますけど ね、 ね、なかなか我々入れない部分もあるんでね。だからこそそれを踏まえた話を聞くっていう方に集中したかったんですけど、それがコロナでできないので、なるほど、そこを戻ってくるといいですよ ね、 やっぱり放送聞いてても、はい、あの勝った負けた打った、ね、取ったということよりも、そのやっぱり人間性が放送されると、うん、あ、感動するんですよね、なんか聞きながらね、まあ、特にテレビの中継はそうですよ ね、 そうですね、ラジオは、ね、描写していかないといけないんですけど、テレビの場合はね、いや本当そうです ね、 なんか一歩なんか中に 入ったことがちょっとないとね、やりすぎも言えないんですけど、うん、あのやりすぎいけないんですけど、でもちょっと中に入っていかないと、うんうん、まあ、ちょっとダメかなというところはあります、ね、やっぱ中継が面白いなっていうね、まあ、それが画面に映ってないことっていうことになるので、そうですよね、バットで打ったとかそんなにいらないじゃないですか。そうそうそう、でもそのバットは実はこの打席から変えててとかっていうことを事前に聞いてると伝えることはできます、ね、中継聞いて泣けるときありますもんね、うんうん、あ、そうなんだっていう、ね、笑って泣いてるわけじゃないですか。いい、あ、怒ってる人もいる。いいかな。すいません、すいません、喋りすぎました。なんか若干目が僕喋りすぎないですよ。森内先輩の後ちょこっと喋ってるんですから。僕さ、大丈夫です。大丈夫、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 大丈夫。こういう感じ、あのラジオでよくありました。ごめん、お願いします。大丈夫ですよ、はい、怖い。一番怒られたのが久野さんに、あの背番号のクイズは僕にするなって、うん、あの久野さんに言われたんですよ。でそれを僕はあのダチョウ倶楽部の押すなよだと思って背番号のクイズを出したらめちゃくちゃ怒られた。すいませんでした。それ言わなくてもいい。それも言わなくていい。これも押すなよじゃなかった。森江君から東海テレビさん、どうぞ、はい、ありがとうございます、毎週土曜日5時から、うん、30分間のドラホットプラスという番組を絶賛放送中ですので、ぜひご覧いただきたいというのと、それからドラゴンズベースボールライブということで、今年も26試合ほど中継をする予定がありますので、そちらの方もぜひご覧いただいてですね、バンテリンドーム名古屋の開幕4月4日からお送りをしてまいりますので、ぜひこちらの方もご覧いただきたいなというふうに思っております。はい、はい、CBC からは代表して宮部アナウンサー、もちろん野球中継はラジオとテレビと両方今年も、応援してまいりますので、よろしくお願いします。あとテレビの方ではサンデードラゴンズ、うん、この間またメモリアルを迎えて、うん、久野さんがね、初代ね、務めて、サンドラもいろいろなことを考えながら、うん、やっておりますんで、新企画も含めてよろしくお願いします、うん、それとラジオの方では1000回を迎えました、うん、こちらも久野さんが手掛けたドラゴンズワールドからのドラ玉キング、はいはい、こちらが1000回ということで先月ね、迎えましたんで、こちらもシーズン中ももちろんやってきます。私宮部は水曜日を担当しておりますので、うん、どうぞラジオテレビよろしくお願いいたします。はい、この間もね、それこそドラホットプラスの前にちょっと山崎武史さんなんかといろいろ話してたんですけど、うん、うかいをキャンプ序盤に、それこそ森脇先輩と同じ時期に取材行ったんですけど、うん、どっかで入らないとね、うん、そうですね、そろそろおっしゃるとね、おっしゃるとね、おっしゃる。サンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか。登録、そして高評価、またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。そして私も冠婚葬祭いろんな司会をやっております。どこかの司会でお会いしましたら、ぜひ声かけてくださいね。お願いします。